皆さんおはようこんにちはこんばんは、ボシュメルレイと申します。はい、今私はお家に帰ってきてもうすぐ、セッティングしてカメラを回しております。もうなんでかっていうと、もう今日はね、待ちに待ったあるものが届きました。もうね、それが楽しみすぎて、昨日はリアルに1時間寝れたかどうかっていう感じで、その楽しみすぎて寝れへんっていう、ほんまに小学生みたいなことをしておりました。はい、なんで今日1日お仕事ほんま耐えきりました。ほんまに眠かった、疲れた。うー、で、帰りはですね、いつも通りポケモンセンター行ってきまして、今日はノズパスをゲットいたしました。で、そのね、昨日1時間も寝れへんかったゆえんっていうのは何かって言いますと こちらが届いたわけです。こちら、これ何かっていうと、メルカリでそのこれから配信していくポケットモンスタールビーエメラルド、リーフグリーンを購入しまして、それが届いたわけです。もう本当に嬉しい。だけどね、見て、ちょっと待ってな、住所ちょっと困る。このな、私の住所が写ってる方なんですよ。で、私の住所しかもちろん書いてなくって、で、今さっき見せた裏面見て、相手の住所書いてないねん。これあかんくない？ねえ、もうなんかさ、もう評価言うたろうかな、もうあかんよなこれ。普通にマナーとして、郵便物のほんま嫌やわな。自分の住所知られたくないんやったらさ、ねえ、メルカリ便で発送しろよって感じです。ちょっとね、楽しみにしてたのにこういうことが起こって、おこでございますね、おこです。で、しかも今日朝出勤して早々ネイルがいつの間にか取れてるっていう不幸も起きて、まあでもここにハッピーが詰まってますので開封していきます。イエイ。ほんまに待ってたよ。おー、あ、まあいいね、梱包はまあよしとしましょう。よいしょ。うわあ、すごーい、嬉しい。私もちろん、まあ、第三世代やってたんですけれども、全部ね、妹のものだったんで、自分のものってわけではなく、わあ、初めて自分のルビーエメラルドリーフグリーンを手にしてる。しかもリーフグリーンに関しては実はね、やったことがないので、すごい楽しみです。うわー、嬉しい。ジャーチー。で、本編はこっからで、今からこれを、このデータを見て、ちょっとね、ちょっと中のデータ消去 してなかったらですけど、どんなポケモンが入ってるかどうかだけ確認して、今日は終わりにしたいかなと思います。はい、で、いろいろ整理できたら、とりあえずこちらルビーから、実況っていうか配信の方を始めていこうかなと思います。嬉しい。はい、で、まあ中身どうなってるかわからないので、もしかしたらもう整理されて、なんか消去されたりリセットされたりしていないかもしれないので、一応保険としてちょっとね、ポケモンセンター行ってきて、で、毎日通ってる身なので、ちょっとね、今日はなんか両親が痛みまして、ポケモンカードを買ってきたので、ちょっとね、もし、このカセットの中になんかデータなかったら、こちらでお茶を濁して終わろうと思います。では、今から、こいつらを移すセッティングをしてまいります。で、ただ、いや、せっかくなパソコンにつなげるようになセッティングし終えたんやけど、いろいろソフトをダウンロードしたりとか、いろいろ試しにやってみるとかがめんどくさくて申し訳ないですが、今日もテレビの画面をスマホで映すという、もうクソダサ設定で行かせてください。すんません。はい、
ではしばしお待ちを。イエイ。ブシュメルレイ。はい、ただいま機械の方にルビーを差し込みました。ただね、なんかいろいろなしなしって書いてあるからあんまり望みはないんですが、ちょっと見ていこうかなと思います。ゲームを始める。ちょっとあのね、パソコンにつなげる用のセッティングをしたらちょっとね、テレビのね画質あんま良くないかもしれないです。前よりなんかほんまいろいろ申し訳ないですが、ゲーム始める。あ、でもまあ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 大丈夫そうですね。じゃあちょっともう飛ばしちゃいます。ひー、いやー高まるこれはえ、待ってこれはリセットしてくれてあるのかな、それともこのなんかもう電池が切れてこの機械でやってるっていうこと自体こう始めるなるんかな、もうちょっと分かりません。ちょっと待ってルビー、これで終了嘘でしょとりあえず今からエメラルドに入れ替えます。多分エメラルドもこんな感じよなきっと。ちょっと待って、泣いちゃう。ブシュメルレイ。はい、では今エメラルドの方をセッティングしたんやけど、もう見た感じさっきと同じ感じになりそう。まあ、とりあえずゲームを始めてみます。では飛ばします。いやほんまここかっこいいよな。はあ、嬉しい。ちょっと待って、不思議な出来事もあるやん。あ、なんか通信しないといけないや。もう記憶にないわ。ああ、ああ、ああ、え、待って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 、え、嬉しい。ルビーは消したけど、これはプレイ時間もまあまあやってるし、岡野、岡野、109匹持ってるバチ8個。岡野では、あーでもな、ちょっと待って。なんかいろいろきっとな、動かさはった後よな、これ絶対。どこにいるの？ひまわきシティにいたのね。そうか、まあそりゃそうよな、ヤシマ。レア系は残ってないでしょう。マユミのパソコン。なんかいないかな。最強最強一匹だけやん。ほうほう、35レベルのほうほう。多分、あ、レディやん。ちょっと待ってすごい破服。ちょっと待って超強い。あ、でもダンバル残してあるやん。ブライナ、アキクアママ、わからん。古い。何が？ニヤくん。名前のくす。オコンハ。こいつ癖が強い。6レベアで強い。勝つ。もう意味がわからん。パッチール。あ、トサキン、トサキン、トサキンとかいます。こいつ石つぶてめっちゃいるやん。あ、赤き。そうなの。ネーミングセンスの謎よ。マイナー。これな、何弱い。おさのゆうすけ。大丈夫これ、誰かの名前ちゃん。ちょっと、やめとくわ。深くは、見んとくわ。ハブネーク、12345、石つぶて好きやな。ガチンポイルミーゼ、マイナウ。ドードリオ。バネブ。幕の下の幕。
アノプス、ヘラクロス、謎の草、ドゥドゥンです。ドゥドゥン久しぶりに聞こうかな。いいね、ドゥドゥン。かくれよん、弱いって。あ、まあまあいるやん。ラブカ、ソロック、ポワルン、オドシシ、ドウメル。ちょいちょいさ、マイナーチェンジするのやめてほしい。あ、しかもポワルン2体もいるじゃん。まあまあ頑張ってるやん。え、綺麗花いる。ヒマナッツもいるし、ケムッソもいる、ライチューもいる。え、ちょっと待って、なんか色違いっぽく見えたのは気のせいか。気のせいですね。うっぱー、キリンリキャ、チルッとゴマゾー。なんかなんなんやろね。え、結構いるやん。なんか特筆すべきものはいないけど、なんや、さんざディスっちゃったけど最初。え、まあまあいるじゃん、最強。あ、いいやん。じゃあちょっと手持ちを見ましょうか。よいしょ、岡野。あ、ラグラージュ やったんや。マリルリもいるやんね。レックザジットって何ね、ジット。マリルリいいね。カキクケコ、シザリが怪獣、トロピウス怪獣、かわいそすぎるやん。まあまあいいんちゃう。なんか推しのポケモンはなんか残しときたいな。バック見ましょうか。あ、戻っちゃった。いいやん。うん、あんま木の実ないな。ほう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 、はい。わー、なんかボックスに入ってた推しのポケモン、綺麗花とかそういうのはなんかかわいそうやから持っときたいな。なんかこういう時ゲームキューブのポケモンボックスあったら便利なんやろうなって思うよね。はーい、じゃあ一旦岡野のこれは閉じましょうか。ちょっと待って、岡野のパソコンを見てみようかな。うわ、嬉しい。人のロムっていうん？見るの初めてかもしれない。え、なんかテンション上がるわ。道具預かり、道具を引き出す、見てみよう。おお、特に。あ、メールボックスは？甘読みにしちゃった。ちょっと待って、あ、メールいつもなかった。接続を切る。電動入りはどうでしょう。お、お、すごい、海洋ガもいいんじゃん。ゲットしたんか。あ、じゃあ交換とかしたんかな。マリルリ好きなんかな、おかの。私と一緒やん。レジ計3匹で1回目。電動入りしてるんや。癖強。おもろかった。ほな、じゃあ、一旦閉じて、次リーフグリーン行きましょう。ブシュメルレイ。はい、ではラストリーフグリーン取り込みました。てかさ、エメラルドを出した時に思ったんやけどさ、なんかさ、シールつけてた跡があったんかさ、ちょっとベタベタしてるんやけどね。それ多分商品ページに書いてなかったんやけど、もう評価良くないわこれ。もう岡野知らんけど。ではリーフグリーン始めます。え、初めて開く、ちょっとドキドキ。こんな感じな。あ、でもちょっとやっぱ第三世代だから似た感じなんや、メロディー。嬉しい。飛ばします。一人でじっくり楽しみます。あ、
いい。まあ私はちょっとリザードンの方が好きやから、ほんまはねファイアレッドにしたかったんやけど、ロコンが欲しくてリーフグリーンを選びました。わっ、主人公夏木、うん、岡野夏希なんかな。ちょっとごめんやで。はい、まあまあいい感じじゃないですか、こっちのデータも。何これまでのあらすじとか出るん、リフグリーンって。すごい。どういうこと、よく分かってないんだけど。あ、これもでもポケモン動かした後かな。うわー、知らないメロディー、やったことないから。新鮮で、ちょっとパソコンを見ましょっか。まさき、ボクセリ、おお、いっぱいいるやん。もう突っ込みきれんほどいっぱいいる。これって色違いじゃん。わからん。なんか色黄色いやんな。おたちってこんな色？もっと茶色くない？わからへんねんけど。なんか無駄にビビットカラーなよな。でもシャワーズがこんなビビットカラーやし、おたちもこれが普通のカラーなんか。ちょっとさ、私の接続の仕方があれやね。結構いるやん。もう名前つけんでええって。わあ、結構いるやん。パウアー何匹おんねん。あ、おお、ちょっとめんどくさいハンテールもいる。よいしょ。おおお、あ、プクリンいるじゃん。プクリンちゃんかわいい。イワークこんななんかでかい？おおおお。イワークレベル15ってかわいい。もういいひんかな、あんまりいいひんかな。ああ、もうだから困難するくらいで買えへんでえっちょね。ほうほう、まあほうって感じやね。はーい、いいえ、道具を整理してみようか。あ、ポケモンの道具か、ごめんなさい、ちょっとよく分かんなかった。いや、ちょっと夏希のパソコン、道具預かり、道具を引き出す、長ネギ。おかしい。じゃあちょっと手持ちポケモンを見ましょう。ファイヤー、ボスゴドラ、レアコイル、ナマズン、ヘラクロス、オオスバメ、うーんって感じやね。なんかビビットカラー。ふふふ、ふんって感じ。はい、ということで、なんとかルビーはほんまに初期化みたいなことされてあったんですけど、エメラルドとリーフグリーンに関してはなんかデータがありました。なんで、まあ、とりあえず、まあ、リセットして始めるんですけれども、まあ、ちょっと推しのポケモンとかかわいそうやから、なんか通信交換でどっか保存しておこうかなと思います。はい、では一旦ゲームを切ります。ボシュメルレイ。はーい、ということでポケモン第3世代カートリッジ見てきました。はい、まあ、とりあえずさっきも、言ったようにルビーから始めていこうと思います。で、ちょっとね、どんな感じで始めていこうとかいろいろ練ってる最中なので、また随時動画の方にしていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、今回の動画もめっちゃ長いと思うんですけれども、
ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。てかよかった、データがそれなりに残っててくれたおかげで、とりあえずこの念のためのポケモンカードについてはまた今度の機会ということで、はい、ではこっからちょっとゲームの方を本格的に始動していこうと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、まだまだ駆け出しですが、編集もまだまだ下手っぴですが、よろしかったら高評価だったりチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではまた、バイバイ、ありがとう。